大阪城にやってまいりました。はい、今回はこの大阪城をブラブラしながら、はい、最後ですね、はい、ガモンヨン、そうガモンヨンの方が結構盛り上がってるみたいですね。今なんかそうあんまり僕行ったことないんで、すごい楽しみにしてます。京橋の隣の、お隣の町っていう。それにしても、はい、すごい観光客の方、すごい本当ほぼほぼ海外の方ですよね。大人気。やっぱこの季節ちょっとジメジメしてるからね。そうですね、ちょっときっ と, きっと喉を潤わしたいよね。はい、ゴクッと行ってから散策しましょうか、はい、大人旅歩き旅、今回はお城と古民家の街並みとうまいもん、今注目のスポット古民家の街ガモヨンを探検。うわ、立派な出汁ですね。お祭りとかで、だんじりっていう、あ、だんじり、あ、どうぞどうぞ、もう気になったら入っちゃったから、大阪城のすぐそば、歴史が息づく情緒ある下町にはこだわりのお店が続々オープン。え、入れる、え、だし巻き卵に焼きそば入れた。はい、あれ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 、おー、オムレツじゃん。歴史を超えて進化する古くて新しい大阪名所へ。大阪発ぶらり再発見、大人旅歩き旅、大阪城とガモヨン散策、あなたの人生が変わる出会いが待っています。大阪発ぶらり再発見、大阪城とガモヨン散策、大阪から大阪城公園へは普通列車でおよそ10分です。お客さんが増えてるね。いやもう海外の方もすごく多いですしね。久しぶりに大阪城こんな人多いの見たわ。あー、そうですね。なんか夏の特別公開で櫓を、特別公開なんですね。ちょっとね、大阪城もそういうあるんですね、この時期だけみたいな。こんにちは。あ、こんにちは。大阪観光ボランティアガイド協会の橋本です。です、はい、よろしくお願いいたします。岡真由子です。よろしくお願いします。はい、今日ご紹介するのはですね、はい、ちょっとあれですよね、はい、千貫櫓っていう名前の櫓でして、はい、で大阪城に残ってるこういう古い建物の中でも一番古いもので、はいはい、窓の下に四角い穴がありますよね、はいはい、あれがあそこからこっちに向けてポーツ獣眼って言いまして、はいはい、攻めできた敵を門の手前で食い止めるという、はい、守りの要っていう役割を持ってた。二人は特別公開を一足先に体験、櫓の中へ、はい、あ、でぜひここから守り側の目線で外を見てください。向こうの人からこっち側は見えない、そんなに分からなかったですよね。でもこっちから見るとすごくよく見えて、ね、もう見えますね、誰か知り合いがいたら分かるぐらいよ、確かに。だからもう本当にここからの攻撃っていうのがすごい有効だったことが分かると思います。1620年、徳川幕府によって作られた千貫櫓、大阪城防衛の要には先人の知恵が隠されていました。当時の火縄銃の射程距離がだいたい80メートルとか100メートルって言われてるんです。でこっち外堀の、ね、幅、こちら側の幅っていうのがだいたい80メートル、もう高い位置から打ち下ろす形になるので、はい、まあ、ちょっと重力で、はい、の手助けも手伝いで届くんですが、ね、向こうから打ち上げようとするとあちょっと届かない、そういうなんか絶妙な距離、これ幅。櫓には体験用の火縄銃も展示されています。ここでガイドの橋本さんから、この蓋なんていうかご存知ですか。蓋、はい、蓋の名称。いやなんかでも聞いたことあるっていう名前ですか。これはね、私身も蓋もないぐらいわかりますよね。今でも私たちこの言葉使うんですか。ここで問題。今でも使う言葉の由来になった火縄銃の蓋の名前とは一体。
みぶた、ぶた、ぶた、まぶた、まぶた、火をつけますよね、だから火ぶた、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 火ぶたってなんか使いますか。火ぶたを切るって言いますよね。火ぶたを切る、戦いを始めること。火ぶたを切るね、はいはいはい、からここから来てるんです、火ぶたを切るが。火ぶたを切る、はい、私たちの鉄板ネタです、はい、鉄板ネタですか。他にも嘉永元年に再建された多聞櫓も特別公開。櫓の中には兵士が寝泊まりできる場所があり、大阪城の中でも最も大きな櫓です。特別公開は7月15日から。この後絶景と極上肉のバーベキュー、そして都会の古民家街ガモヨン探検へ。大人旅歩き旅、古くて新しい大阪名所巡り。昼食は大阪城を眺める特等席で。もう喉が渇いたし、BBQ、 はい、楽しみ。あ、なんかもういい匂いしてますね。本当だね。天守閣を目の前にバーベキューが楽しめるブルーバーズルーフトップテラス。この夏マルシェスタイルに生まれ変わったバーベキューは、2時間の飲み放題に加え5500円のフードチケットと交換で好きな食材を選べます。はい、いやいやいや、はい、大阪城に乾杯、はい、景色綺麗ですね。初乾杯、ね、はい、いただきます。ありがとうございます、はい、いい最高の場所でしょ、ここ。この最高、この高さですごいですね。天守閣見えるってさ、いやー、この景色に他にないもんね、うん。なんかめちゃくちゃ進化してますね。ありがとうございます。このアスパラもものすごいいいアスパラよ、ね、これめっちゃ太いアスパラ焼こう。大阪近郊の食材を集めたバーベキュー、中でも気になるのが淡路島産のクヌギ座牛。子供を産んでいない雌牛の肉にこだわった黒毛和牛です。気になるお値段は、150グラムいったらこれ全部5000円のステーキ、これだいけるんじゃないの、じゃあそれで、はい、ありがとうございます。150グラム、わあすごいね、いっちゃうんですね。ものすごい贅沢よ、めっちゃ考えちゃう、すごいよ。全部乗せるか、乗せちゃう、乗せましょう。いい、いいですね。うわ、美味しそう。ちょっとなんか5000円の肉大丈夫ですか、焼きすぎちゃいます。全然大丈夫。ほんまですか、うん、まだレア。本当ですか、うん、これ、あ、いい感じですね。ありがとうございます。よし、まずは気になっていた香川産のグリーンアスパラを。かじろ、うん。子供や、うん、うん、美味しい。アスパラも今高いですね。すんごい水分量、うん、うわ、これも味が濃い、うん。そして大奮発した150グラム5000円のステーキを。すんごいジューシーです。めちゃくちゃいいお肉、塩コショウだけで甘みといい、歯切れの良さといい、サクサク感といいさ、一番美味しいよね、ジューシー。うん、それ美味しいですわ、この量だけでも大満足のお肉ですね、はい。続いては大阪城の北東にある今話題の町へ。ガモヨン、ガモヨン、通称初めてですか。初めて。おお、タニヨンとかタニキューとか縮めたがるよね。そうですね、タニロキとか、はい、そうですね。新しいお店できてる。ガモ4丁目、略してガモヨンと呼ばれるエリア。空襲を逃れたため
今も古民家が多く残る都会の下町です。この鳥居も立派だね。ねえ、なんかこう先がこうツンってなってね、背が低いけど、はい、あ、神主さん、こんにちは。若宮さんの愛称で親しまれる古民家街の神社、大阪冬の陣の激戦地だった蒲生四丁目。徳川方の武将佐竹義信が戦勝を祈願したと伝わる神社です。さらに蒲生という地名にも歴史が。あの地名が蒲生っていう地名で、はい、あの湿地帯だったんですね。で大昔は生駒の山の方の麓までずっと湖というか、あの湾が良質な蒲生の方がですね生えてたそうなんですね。産地だっていうことで地名の発祥が蒲生っていうふうに言われてるっていうふうに伝えられています。やっぱりそういうね言われがあって地名が成り立ってくるんですね。今は蒲生よですね。蒲生なんかね、えらい違いよね。今のこの時期町は盛り上がっているそうで。うわ、立派な出汁ですね。お祭りとかでだんじりっていうんです。だんじり、ここもだんじりっていうんですか。はい、大阪はもう全部だんじりって言いますね。へー。今度夏祭り、秋祭りもそうなんですけど、はい、7月の第3土日に出します。はい、大正時代から続く地域の夏祭り、疫病退散を祈願して町内をだんじりが練り歩きます。いや、すごい立派な堀ですよ。うわ、細かね。結構源平合戦の堀物とかが、源平合戦の堀物ですか。はい、これなんかは安徳天皇が受水するされるところの景色とかですね。こんな立派なのがあったらね、見に行きたい。いいよね、自慢になる、うん。そんな歴史ある蒲生四丁目、最近は古民家を改装したお店が次々とオープンして注目を集めています。ハモンは何屋さんでしょう。何屋さんだろう。お、ピーマンの手渡しが。ピーマン一個の手渡し。どういう状況に。野菜と果物の試食できます。ピーマン販売してる。最後の一個やったかな。横田さんのさぬきの目覚め。あ、どうぞどうぞどうぞ。気になったら入っちゃうかも。怖い。トマトがいっぱい。いや、気にはなってないんですけど。気になってください。いや、気にしてください。いや、気になったのはピーマン1個を手渡しするのって珍しい光景だなと思って。まずは一杯どうぞ。何ですか。あ、ジュース。突然渡されたのは人参のジュース。一体ここは？八百屋食堂。え、ご飯屋さんですか、食堂とか。あ、上でランチもやってます。はい。わあ、はい、美味しい。え、そうでしょう。美味しい。美味しいですか、これ。うん、砂糖も何も入ってない、これを絞っただけの。お、全然人参臭くないですね。ね、美味しい。実はこちら、全国各地の農家から直接野菜を仕入れている八百屋さん。ジュースは信用。自慢の野菜を味わってから買ってほしいという思いから、お店の野菜のほとんどが試食できます。え、これはよほど仕入れにこだわって。そうですね、あの僕たち、あの47都道府県全部回って生産者さんとお話をして、あのその時期にいいものだけ置いてます。この時期のおすすめは水耕栽培で育った宮崎県産のトマト。大阪ではほとんど出回らないという、そのお味は。このトマトもそう絶品です。これだけでもう料理になってます、このトマトは。お買い物タイム。ありがとうございます。おいしい。おいしい。さらに古民家街をブラブラ。ちょっと降ってきちゃいましたね、雨が。降ってきたね。あ、すごい。おお、畑。こんなところに畑。あ、これはあれじゃないの、ブロックに分かれて貸してるやつじゃない。ああ、ですかね。
古民家の跡地が貸し農園として生まれ変わったガモヨンファーム。こんにちは。こんにちは。ああ、トマト。こんにちは。これはあれですか、借りてるんですよね、この。そうです。私近くでお店を主人と一緒にやってるんですね。まあ、家のものもそうです。ちょっとお店に出せるものとかも作れたらいいなと。お店何のお店ですか。お好み焼き八郎と申します。八郎さん。ご主人は八郎さん。いえ、違います。違いますよね、長い人が。主人のお父さんの名前が八郎。ああ、その辺の年代ですよね。おい、八郎さん。覚えてましたね。ほら、綺麗なお店じゃないですか。あー、どうもこんにちは。こんにちは。あらら ら, ら、先ほど失礼いたしました。いらっしゃいませ。あ、めっちゃ綺麗。すごい広いお店ですね。ご主人のお父さんの名前と末広がりの八から名付けたというお好み焼き八郎。いや、びっくりしたのが、はい、お好み焼き八郎さんで開店1周年記念って、お父さんの代からやってたんじゃないんですか。あ、全然。梅田の知事さんっていうところで、はい、長年あの修行させていただいて、それでおかげさまで、はい、大阪の人気店で20年以上修行を積んだご主人。まずは九条ネギをたっぷり使ったネギ焼き。朝引きの新鮮な鶏ハラミ、さらにカツオ、昆布、鶏ガラだしが入った粉で包む独自の焼き方で。お、上からかけました。ねえ、いろいろやり方違いますね。そうなんです、こんなにじっくり焼かないとダメなんですよね。早い。あ、それでこうなんだ、おいしそうな。仕上げにポン酢、そして鰹節をまぶせば出来上がり。1日10食限定のネギ焼きです。うん、ポン酢とおかがものすごくいいアクセントになってて、ハラミも脂身が、ね、ちょうどいい感じで、シャキシャキトロトロのネギで、だしの味がしますね。うん、おー、ありがとうございます。うわ、いや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 、牛筋ね、おいしいね。おいしそう、いい色です。兵庫県の牧場から仕入れる黒毛和牛の筋肉、とろ火でじっくり煮込むこと4時間、なくなり次第終了の常連さんに大人気の一品です。はい、とろとろね。うわ、うん、うわ、美味しいですね。ありがとうございます。上手に炊かれてはりますね。臭みとかが全然なくなってるんで、結構もっとなんか真空パックで売ってほしいな。あ、分かります。食べたい時に温めてね。あ、いいですね。湯煎して、はい、そしてお店の一押しが、その上3つがやけにメニューが大きいんですけど。本当だ。はっちゃん。じゃあもう伝え続けたい師匠の味。おすすめは。これがやっぱおすすめですね。はっちゃんもご主人の。はい。名物はモダン焼き。でも一般的なものとはちょっと違うようで。ここからどう焼き切っちゃっていいんでしょうか。焼き、お、今から卵割る。はい。生地。この入ってる。入ってない。卵だけ。卵と出汁だけで。え？入れる。え？出汁巻き卵に焼きそば入れた。大人旅歩き旅。今宵はガモヨンでお好み焼き。大阪の名店から受け継いだ名物のモダン焼きとは。ここからどう焼き切っちゃっていいんでしょうか。焼き、お、今から卵割る。はい、生
生地って。この入ってる。入ってない。卵だけ。卵と出汁だけです。え？入れる。え？出汁巻き卵に焼きそば入れた。はい。はい。え？こんなもんじゃないじゃないですか。美味しそう。美味しいんですこれが。いやそれは美味しいんでしょうけど、意外やこれで終わりってことないよね。あれ、あれ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 、違った。オムレツじゃん。え？あでもなんか後ろから、あソース出てきた。え終わり本当に。来ちゃいましたそのまま。お待たせしました。焼きそばを出汁入りの卵に絡めて焼く八ちゃんモダン、名店の師匠から受け継いだ味です。卵の生地がだけでものすごい薄いもんね。はい、どうですか、ハイボール入ります？小麦粉が入ってない分、はい、腹にたまらなくて、うんうん、お酒もあてになりますし、はい、この卵がまたいい仕事してるよね、はい、合わせ、なんだろう、なんかソースをキャッチする役割をしてくれてる、うん、これもあの、僕の師匠が焼きそばを焼いてて食べようっていう時にお客さんが来られてボウルに焼きそばを入れたまんまで、はい、冷え切ってカチカチになってるところに、はい、あの卵と出汁を絡めて焼き上げて、ガモヨン初めて、はい、本当にもうすぐじゃん、そうしてないから、はい、ガモヨンに大阪城ガモンガモン来ましたね、いいのありましたね。いつから考えてました今日。旅のちょい足し、ガモヨンで初となるクラフトビールの醸造所ガモヨンブリュワリー。併設されたビアレストランのおすすめは3種飲み比べセット。おいしい。ビールのお供には麦芽入りクラッカー。実はこれ醸造が終わった後の麦芽を再利用したエコなおつまみ。これ美味しいですね。でも、うまいですか、良かったです、